答弁中なんですから。いやいや、答弁中なんですから。関係ないこと答弁されてますから。関係ないことですか。これはまさに前提じゃないですか。通ってないこと、根本的な議論について議論をしているんです。通ってないこと、よろしいですか、はい、そこで、質問者は答弁中には喋られないでくださいよ。よろしいですか。私答弁、答弁に答え、質問に答えて、総理一つ簡潔にお願いいたします。よろしいですか。質問に答えてください。だちゃんと最後まで聞いてくださいよ。質問に答えてください。全体について分かりやすく、これどういうものだ、何のための法制だという説明をしているんですから、国民に分かりやすく説明するということはそういうことなんですよ。なぜこの法律が必要かということについても言及しながら、ではなぜそれに伴うリスクがあるのか、そしてあるいはそれを どのようにですね、提言させていくのかということについて、私はご説明をさせていただいているわけでございますが、まあ、そこでですね、そこで今、例えば、委員が出された資料、戦闘現場以外なら行う、これは間違いです。これは間違い。なぜ間違いかというと、これ先ほどから答弁させていただいておりますように、戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を、自衛隊が現実に活動を行う期間について、戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定することになるわけでございますから、これは違うということであります。そこで、申し上げますと、つまり今、大串委員はおっしゃっているのはですね、大串委員がおっしゃっているのは、今までの非戦闘地域との比較考慮でリスクが上がるとおっしゃっている、まあ、しかし今、私が申し上げておりますように、このような区域を、実施区域を指定することになるわけでございます。そしてそれと同時にですね、同時に今申し上げましたように、先ほどサマーの例を挙げました。例えばサマーにおいて、半年間、これは非戦闘地域ですよ、でサマー全体、しかし、実際に活動するのは1ヶ月、2ヶ月の単位で、それぞれのサマーの中の地域で活動をするわけであります。そこで、我々は今度はそうした経験を踏まえまして、その活動する実際の地域が戦闘現場ではない、あるいは戦闘行為が発生しない、これは自衛隊が現実に活動を行う期間についてですね、戦闘現場とは戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を選んでいくということになるわけでありまして、より現実に即しているということは先ほども申し上げたとおりであります。しかしそこでですね、もちろんここがですね、ここが戦闘行為になれば、先ほど来申し上げているように、これは部隊の判断で休止、あるいはまたその後撤収も当然避難も行うことができるわけでございますが、そうしたこともあり得るし、そうした判断を機敏にするということもですね、しっかりとこれからも訓練をしていくことになるわけでありまして、そうした形において実際にですね、効率的に柔軟に活動ができるようになっていくわけでございまして、やっぱりリスクとは関わりなく今までの経験を生かして整理し直したわけでありまして、この整理し直した新法にのっとってですね、しっかりと自衛隊員は活動をしていくことになるし、訓練を重ねていくことによってそれぞれのリスクを低減していくことになるんだろうと、まあ、このように思うわけであります。委員長、一言申し上げます。答弁は簡潔にお願いを申し上げます。大串博志君、ありがとうございます。答弁は簡潔にしていただきたいと思いますし、かつポイントをついて答えていただきたいと、分かりやすく説明をしていただいているその意図は総理から分かりますけれども、あまりにいろんなことをあちこちぐるぐる回って答弁されますもんですから、かえって分かりづらいんです。私正直言って今の答弁何のことかよく分かりませんでした。国民の皆さんもリスクが本当に増えるという懸念に対して分かりやすい説明になったと私思いませんです。ぜひポイントをついて総理には答えていただきたいと思います。で、今の答弁の中で私この戦闘現場以外なら行うという、まあ、短い文字で書きましたけれども、まあ、これを間違いだと断言されて、まあ、その論拠の一つとして、現に戦闘の行われている現場のみならず、戦闘が行われるという予測されない活動期間において戦闘現場とならないと予測されるところ、それを自粛区域と定めるというふうに言われました。で、これは前の周辺事態法のときには、まあ、非戦闘地域とは何かということで、現に戦闘が行われておらず、活動の、かつ活動の、期間を通じて、
戦闘地域になるとは思われない地域と、これ法律に書かれてましたね。今回の法律の中で今総理がおっしゃったような活動期間を通じて戦闘現場とはならないと予測されるということが、この法律のどこに書かれてますか。永谷防衛大臣。法律の中でですね、防衛大臣が基本計画に基づき実施、要項を作成をすると、そして、実施要項の中で、自衛隊員が安全かつ円滑に、行動しうる地域を指定をし、内閣総理大臣に承認をいただいた上で、自衛隊員に命令を出すと書いております。で、この円滑かつ安全に、安全かつ円滑にでございますが、こういうことを勘案をいたしまして、将来、戦闘行為が起こらない見込み、こういうことがあるところを実施、区域として指定をするわけでございます。なぜ書かなかったのか、これは先ほど説明しましたように非戦闘地域で指定をいたしますと、これ計画を承認してですね、また変更するまで変更ができません。ところが状況というのは非常に柔軟にまた動いていくものでありますので、この状況の変化に基づいてですね、こういった支援活動が実施しうる地域というのもできてくるし、また実施している地域が危険になる場合もありますので、そういう場合においては変更はいたしますが、いずれもこの地域を指定する場合においては将来戦闘行為が行われるという見込みがない現場を指定するというふうに考えております。大串博史君。リスクを低減するための仕組みだということで、近傍で戦闘が起こった場合には一時停止をする、あるいはそれが長引く場合には中断をする、そういう仕組みを入れてますから大丈夫ですというふうに言われました。それに対して私はそれは前の周辺事態法にもそういう規定はありましたねと、同じですねと、かつその中で活動エリアが広がっているからリスクがあるじゃないですかと申し上げた。で、今の答弁だと、これまで安全を確保する措置として法律上書かれていた活動期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる、そういう場所を選びましょうと、そう法律に書かれてたんですよ、これまでは。それを法律から落としてしまって、実施要項の中で、防衛大臣が定める実施要項の中で、法律じゃないんですか。つまり安全を確保する手段を削って下げてしまってるじゃないですか。リスクが増大するということは、こういうものも噛み合わせて、やはり心配になるんじゃないですか。どうですか、大臣。永谷防衛大臣。はい、以前の非戦闘地域と先ほど私が説明しましたけれども、新たな仕組みにおいて現実に自衛隊が活動する、機関が戦闘が発生すると見込まれない場所で、あるという点におきましては、安全性においては相違はありません。というのはこの非戦闘地域というのは長期間を想定してですね、固定的に区域が設定されていたことから、ひとたび設定すると柔軟な活動ができないという点がありましたが、今回新たな仕組みでは自衛隊が現実に活動する期間において機動的に活動を実施する区域を指定することから、常に情勢を踏まえた判断が行われ、そして安全確保が図られるとともに柔軟な活動が可能になるということでございます。委員長。大串博史君。すなわちこういうことですか。戦闘が行われている現場というのは日々変わりうると、現場の判断でいかようにも右左動けるようにしておきたいということで、これまで法文に書かれてた活動の期間を通じて戦闘行為が行われることのないということをあえて削りましたと、ということであれば、まさに現場の皆さんの大変なこの状況判断によって、ここは戦闘現場になるならないというのをその場で判断しなきゃならなくなるわけですよ。ものすごい負担が現場の部隊長を含めた皆さんにはかかってくる。それはなぜかというと、やはり戦闘現場に近接するから、これまでに比べてそういうことが起こってくるんじゃないですか。で、先ほど大臣言われました、どういうことが起こるか、それにどう対応するかは今後のことですと。リスクに対する対応はこういうことですか。どういうことが起こるか、どう対応するのか、今後のことですと。こういう対応なんでしょうか、大臣。
大臣に聞いてるんです。内閣総理大臣安倍晋三。いやいやもう長いから。いやもうそれはですね、ポイントついて、大串委員の言われたことはですね、全く逆だと思います。私は全く逆だと、はい、このように、考えます。なぜかということについてこれからしっかりと説明させていただきたいと思います。つまり、現場で指揮官が判断することが大きな負担となり、危険が高まるかのごときの今の議論でございました。つまり東京においてですね、法律に書けば安全かといえばそんなことはもちろんないわけであります。つまり先ほど申し上げましたように、つまり様はあの時もこういう議論があったわけです。例えば半年間様は活動、自衛隊が駐留している期間はずっと非戦闘地域だということが本当に予測することが可能かという議論がございました。ではそこにどこからミサイルが、迫撃砲が飛んできて着弾したらどうなるのかという議論がずっとあったじゃないですか。だから今回はですね、今回は、大切なのは自衛隊が駐留している場所、そして活動を行う場所、例えばサマーという議論をしましたね。サマー全体ではなくて、いわば自衛隊が駐留する場所と活動する場所について、そこでまさに自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に選ぶわけでございます。しかし先ほど申し上げましたように、そう十分に見込んでいてもそうでなくなる可能性というのはこれはやはりあります。それはしかしそれをですね、まさにそういうことがあり得るという頭転構えをしながら、その時指揮官が正しい判断をして、そこはもうやめますよと、でもこちらの地域だったら大丈夫ですねということで、こちらの地域にあらかじめ移すことができるわけで、そういう危険な状況になる前にあらかじめ柔軟に移すことができるわけであります。今までは現行法ではまさにサマー全体が、これは自衛隊が駐留している間全部が大丈夫という、これは非戦闘地域というということが まさに建前になっていたわけであります。それはまさに一体化との議論の中で出てきた、これ概念であります。しかし今まで活動を重ねてきている、経験によってですね、サマーの中でもいろいろありますねということが分かるわけですよ。サマーの中でもいろいろあって、これひどいし、その中でしかも状況というのは変わってきます。日々変わりながら、そこで正しい判断をして、自衛隊員に、死傷者が出る前に、でそれでは現場の士官がそこで判断をすると、こういうことでありますから、まさに法律に書けば安全だということではなくて、まさに現場の士官が正しく適切な判断ができるようにならなければいけない、まさにそういう判断をするような訓練を積んでいますし、その前提にこれからもしっかりとした判断ができる訓練を行っていくということになります。大串よし君、やはり今の総理の答弁を聞いてもですね、柔軟対応だとおっしゃる、戦闘現場がどこがいつどのように戦闘現場になるか、戦闘現場ってものすごいピンポイントな法律の規定になっているもんだから柔軟対応せざるを得ないということだと私思うんです。それぐらい現場に近いところを選んで法律に書いてしまっているから、だから柔軟対応せざるを得ない、だからリスクは上がるんじゃないですかと私申し上げているんです。総理にね、ご答弁されたいようですから私ちょっとお尋ねします。総理、この間一昨日ですか、自民党の役員会でこの自衛隊員へのリスクの話が及んだときに、木を見て森を見ず、こうであってはいかんというふうに非常に否定的なコメントをされたというふうに聞きました。で、私自衛官に嫁いでいる親戚がいるんです、女性ので、この間電話で話してたら、兄ちゃん、私のこと兄ちゃんと呼ばれるんですけども今回の法律が変わって自分の夫の業務がより危険になるんじゃないかと、やっぱり心配だと、小さい子供もいるしやっぱり心配だと、で、あれ任官している以上はしっかり務めを果たすと自分の主人は言っていると、立派だなと思いました。でもやっぱり自分は心配なんだというふうに言ってました。僕は頑張るよと、国会で頑張るよと答えましたけども、総理はそういった子供を抱えて心配をどうしても持ってしまうでしょう。そういうご婦人に対して、あなたは木を見て森を見てないと言うんですか。自衛官一人一人は大きな森の中の木なんですか、どうなんですか。総理答えください。内閣総理大臣安倍晋三君、静粛に願います。ここは国会の場です。皆さん国民に選ばれて政策を議論する立場ですね。国民全体に対して、私たちはその生命、幸せな暮らしに対して、
責任を持っているんですから、私たちは木を見て森を見ない議論をしてはいけないんですよ。全体を見る、そういう議論が私たちには求められているんですよ。そうだ、その通りだ。自衛隊員にですね、先ほど災害出動の例についてお話をされました。例えば雲仙普賢岳だけに、私も最高指揮官として彼らにあそこに出動する、そういう責任を負いましたよ。その家族の皆さんだってそれはとっても心配だと思いますよ。しかしそれでもなお彼らは日頃そのための任務を負っている、そしてそういうリスクを負うことを覚悟してまさに自衛官に任官しているわけであります。だからといって私だってそう簡単に彼らに任務を加齢するわけにはいけません。安全をしっかりと考えていきます。政治の場に立つ、行政の場に立つということはそういうことなんです。そのことは申し上げておきたいと思います。よし。当然自衛官の安全を確保するということは当然のことであります。その上で申し上げればですね、今委員がおっしゃったようにですね、これはこのリスクを増やす、あるいはさらに活動においてですね、危険が高まる、これは現行法との比較で申し上げているわけであります。現行法においてもですね、それは危険がないわけではないですよ。サマーというのはそれは他の場所とは違うわけでありますから、その比較考量で果たしてどうなのかという議論をされているんだろうと思いますが、それはサマーにあの段階で行くということも、これはかなりのリスクが高いわけであります。 ですから私たちが申し上げておりますように、組織としては最大限のリスクを取って行動しているということであります。そして今回はですね、まさに先ほど申し上げましたように、ではサマーは全体が半年間、これは非戦闘地域、だったかどうかという、そういうですね、反省も込めながら、それはその中において実際に活動する場所において十分見込まれるという場所に、オペレーションをする場所にしっかりと、地域を限定していこうと、こういうことにしたわけでございまして、戦闘地域、戦闘現場に近づくなんていうことはもちろん全く誰も考えていないわけでございまして、そのような誤解を与えるような発言は慎んでいただきたいと、このように思います。委員長、大串博士君。いや、聞き捨てられない発言ですね。非戦闘地域というものをこれまで作ってやってきた、そこには入らない、活動する機関もそこには入らないというふうにしてきた。それを今回は戦闘が行われている現場以外では活動を行う、戦闘の現場に近づいてるじゃないですか。戦闘の現場に近づいてるかのごとき誤ったことを言わないでくれなんていう、そこの認識が総理間違ってるじゃないですか。どうですか、大臣、どうですか。中谷防衛大臣。先ほどきちんと説明させていただきます。この法律の7条の3にですね、防衛大臣は実施要項において、協力支援活動等の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように、活動を実施する区域を指定することとなります。で、そのため、当該実施区域の指定に際して、まず、支援対象国のニーズを精査し、その時点において必要とされている支援の具体的な内容、および当該支援の実施が求められている地域を選定をいたします。で、その上で自衛隊部隊の安全確保に留意しながら実施区域を指定することとなりますが、特に外国領域については自衛隊の部隊等が不測の事態に遭遇することがないように、自衛隊の収集した情報、支援国対象国から提供された情報から具体的には部隊等が活動を円滑かつ安全に実施できるようにする観点から、現に戦闘行為が行われておらず、その後も戦闘行為の発生する見込みがないような地域から選定をすることになるということでありますので、実施区域において戦闘行為が発生するということにつきましては、従来のことと同じだということでございます。委員長、大串博士君。私の質問をよく理解して答えていただきたいと。私は仕組みが安全を確保する、今おっしゃいました、こういうふうな仕組みにしていると、基本計画、自治区域、これを作る仕組みはこれまでも全く同じなんです。なんだったら今の大臣答弁された中で、これまではなかったけども今回追加したというところが今の答弁の中でありますか。
中谷防衛大臣。安全に関しましては前の今の法案と一緒ですが、柔軟にしていく、そして機敏にですね、状況判断を重ねて、確実に実施できるようなところにしていくというところが違うところでございます。委員長、大城君。柔軟にしていくというところがミソなんです。すなわち戦闘現場に近づくから柔軟にせざるを得ないんじゃないですか。すなわち戦闘現場という極めてまさにそのことが起こっているところに極めて近いところで活動するから状況はかなり大きく変化しうるところだ。それは非戦闘地域に比べるとやはり戦闘が昨日はなかったけども今日は起こるということがあり得るんでしょう。だから柔軟にせざるを得ない。だから法律にも機関を通じて非戦闘地域ではないと見込まれる、そういったことが法律に書けなかったんじゃないですか。そういう意味からすると、そういう意味からすると、そういう意味からすると、先ほどおっしゃった仕組みの中で、仕組みの中でですか、安全がより高まると、柔軟だというのは戦闘現場に近いからそうせざるを得ないからそうなってるんだと思います。前の仕組みに比べてより倍か追加して安全になる仕組みというのは今先ほど答弁された中で何がありますか、言えますか。大臣に、大臣、委員長、大臣に聞いてるんですよ。法律の細かいところ聞いてるんですよ。つまりですね、おかしいですよ。つまり、先ほど申し上げましたように、先の、次に、現行の法案との、現行の法案との違いについては、先ほど申し上げましたように、現行の法案についてはですね、先ほど申し上げましたように、サマーなら、サマー全体が非戦闘地域だということであります。で今回はそのサマーのならサマーでオペレーションしている区域をいわば非戦闘区域とするということでありますから、ですから行っていることは概念を変えたわけでありまして、実際に行っているところは別に、あの時の行動とは、違ってですね、戦闘現場に、近づいたわけではないわけで、ありまして、むしろ、しっかりと実際にオペレーションをやっている、場所についてそこで、戦闘現場ではないという、認定をし、かつですね、活動を、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を戦闘実施区域にすると、こういうことになっているわけでありますから、今回法律が変わったから、これは戦闘現場に近づくための法律であるから、何か安全な対策が増えなければいけないということではないわけであります。繰り返しになりますが、かつここで、もちろん前の法律にも定められておりますが、指揮官がですね、機敏にですね、この戦闘現場になる可能性があれば、そこは中断をすると、こういうことになるわけであります。あと先ほど、運で不念だと申し上げましたが、あれは、御嶽さんの誤りでございましたので、訂正させていただきます。中谷防衛大臣、よろしいですか。中谷防衛大臣。はい、テロ特措法にない部分でですね、第9条に防衛大臣は対応措置の実施にあたっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならないという規定を入れております。ですから細部計画を立てる段階においては、この状況に応じてですね、計画を作成をし、また状況に応じて、この計画区域を変更するということは、これは やっていくということで規定に盛られているわけでございます。委員長、大城君。今の答弁で、分かったのは、要するにプラスした、安全面からプラスしたというのは、いわゆる安全配慮規定、配慮しなければならない、私、ずいぶん遠慮した規定だなと思いますよ。これだけ自衛隊の皆さんの活動が広がるにもかかわらず、追加的に安全確保するための措置は配慮義務だと、そこしか大臣答えられなかったということは、先ほど大臣が答弁された、こういう仕組みがいろいろありますと言われたもの、これはほとんどは前と同じ安全確保の仕組みだということですね。しかも、活動期間を通じて、戦闘現場となることと見込まれないということは法律でも書かなかった。それは柔軟にするためだと。で、総理おっしゃいましたけれども、サマワという地域、その広い地域じゃないところを指定したんで、より小さな地域になる。柔軟に、それは戦場に近いから柔軟にせざるを得ない。それだけの話だったと思うんですよ。で、そのことを指摘して、また午後、しっかり議論させていただきたいと思います。ありがとうございます。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。はい。